それうわあ大きな風船もうまく割れたぞ。赤色の風船も大成功。よし、今日はこの水の入った風船で遊ぶぞ。やっほー。まずはこの青いレールで線路を作っていくよ。よし、バッチリだ。今度はトーマスにこの針をセットして、よしよし、いい感じ。今度は風船も置いていくぞ。よし、この辺かな。オッケーオッケー、どんどん行くぞ。今度は赤の風船だよ。よし、準備完了だ。トーマス、ゴー。よし、行くぞ。それー、わあ、水がいっぱい出てきたぞ。割れたけど、もうちょっとパーンと行ってほしかったな。よし、それじゃあ今度は針を変えて、下り坂からトーマスを走らせるぞ。よし、行くぞ。トーマス、ゴー。いやっほー。トーマス、大成功だ。綺麗に水の入った風船が割れたぞ。よし、どんどん行くぞ。オッケー、トーマス、今度はこのオレンジ色の風船だ。よし、行くぞ。3、2、1、いやっほー。はっはっは、楽しいな。トーマス、大きな風船もうまく割れたぞ。よし、トーマス、それじゃあ今度はもっともっと難しいの。この中に何が入ってるかみんなわかるかな。行くぞ。それー、わー、なんだこりゃー。風船の中にはカラフルなビーズがたくさん入ってたんだ。ひえー、すごいことになってるぞ。よし、今度は今度はもっともっとたくさんビーズが入った風船を割ってみるよ。いけー。わー、この風船は難しかったか。よし、もう一回だ。それー、うわー、わっー、大成功。よし、散らばったビーズは片付けていくぞ。わっせわっせ。よし、トーマスのお次はヒロのお嬢だ。よし、行くぞ。それー、わー、ヒロの風船を割るのがとっても上手だ。わあ。よし、今度は紫色の風船だ。それー、青の風船も紫色の風船も赤色の風船も大成功。やったー。よーし、今度は僕が頑張るよ。お次はパーシーだ。あれ、パーシーのやつ道を間違えてるぞ。パーシー、そっちじゃないぞ。あー、パーシー、ひえー、びしょびしょだ。よし、気を取り直してパーシーゴー。わあ、パーシーもとっても上手だぞ。とっても楽しいよ。パーシーもとっても仕事にできる機関車だ。よし、今度は空気の入った風船だ。パーシーが驚くかもしれないぞ。いやっほー。なんだこりゃ。よし、最後はゴードンだ。はっはー、パーシーや、トーマスより俺様が一番風船を割るのは上手だぞ。いやっほーい。こんな大きな風船だって、それー、俺様はとっても上手に割ることができるだろう。ゴードンもパーシーもヒロもトーマスもみんなとっても風船を割るのが上手だよ。ヒロ、そんなところでのんびりしてると危ないぞ。うわー、パーシーも危ない。いやー、働く車も大活躍するよ。よし、今日も頑張って働くぞ。クランキーは今日も積み荷を整理したり下ろしたり、とっても忙しそうだ。あ、パーシーがやってきたよ。いやー、クランキー、僕は何を運べばいいんだい。パーシーにはこの緑色の砂利を運んでもらうよ。わーい、頑張って運ぶぞ。今度はゴードンがやってきたよ。やあ、クランキー。やあ、ゴードン。ゴードンにはこのオレンジ色のビーズを運んでもらうよ。上手に運ぶことができるかな。よーし、じゃあ行ってきます。あ、トーマスとクララベルもやってきたよ。今度は真っ赤なウィルソンがやってきたよ。ウィルソンにはこの大きな岩を運んでもらうよ。
よし、レッツライド。今度はペンキで汚れたトーマスがやってきたよ。いろんな色のビーズを乗せていくよ。緑色のビーズ、紫色のビーズ、ピンク色のビーズも乗せるよ。よし、頑張って運ぶぞ。トーマス、気をつけてね。今度は踏切の上を走っていくよ。いえ、重たいよ。はっはっは、パシー大丈夫か。やっほー。あー疲れた、ちょっと休憩しよう。うん、わあ、なんで止まってるんだ。ひえー、長い眠りから覚めたがまだ眠たい。ヒロもこんなところで休んでると危ないぞ。うわわわわわ、なんだなんだ。ひえー、こっちでも事故発生だ。今度はいろんな色の働く車がやってきたよ。みんなどこへ向かうんだ。よし、僕はこの岩を砕くぞ。ガガ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 、ファイヤー。わあ、あっという間に岩は砕けて細かくなったぞ。えっほえっほえっほ、お仕事楽しいな。ショベルカーはオレンジ色の砂利を持ってきたよ。よし、この辺に敷き詰めるぞ。うんうん、いい感じだ。今度はダンプカーが緑色の砂利を持ってきたよ。よいしょっと。オッケー。よし、僕のローラーで砂利を鳴らしていくよ。きれいにきれいに平らになるようにならしていくぞ。よし、僕も手伝うぞ。わあ、今度は大きなロードローラー来たよ。緑色の砂利もオレンジ色の砂利も真っ白な砂利もどんどんならしていくぞ。すごいパワーだ。よしよし、バッチリだ。カラフルな砂利できれいな庭になったね。念願のマイホームじゃ。トップハムハット卿の家だったんだね。ヒャッフー。トップハムハット卿、喜んでくれてよかった。みんな、今日も見てくれてありがとう。みんなはトーマス、パーシー、ゴードンだと誰が好きかな。俺様に決まってるだろ。コメント欄で書いてね。じゃ、バイバーイ。